こんにちは。今回は J2 昇格プレイオフ準決勝 FC 大阪戦です。 J3 リーグ38試合を3位で終えて J2 昇格プレイオフに進出したカターレですが、 J2 昇格のラストチャンス、新たな戦いの幕開けとなる今回は大事な試合です。いよいよプレイオフが始まります。プレイオフのレギュレーションですが、3位から6位の4クラブでトーナメントを戦い、優勝したクラブのみが J2 へ昇格できるという大会です。リーグ戦3位のカターレ富山は全ての試合をホームで戦うことができて、なおかつ勝利か引き分けで勝ち上がれるというアドバンテージを持ってプレイオフに臨みます。準決勝の相手は FC 大阪。リーグナンバーワンの守備を武器にプレイオフへやってきた難しい相手、緊張感のある試合になると思いますが、今シーズン何度も逆境を跳ね返してきたホーム喧騒で負けるわけにはいきません。決勝戦へ駒を進めるために今日もゴール裏から熱く応援したいと思います。それではスタジアムへ向かいます。さあ行くぞ。今日はプレイオフということで多くの来場者が見込まれています。公園内の駐車場は有料化されましたので、私も駐車券を購入していつもの場所に停めました。このように駐車場の入り口で駐車券を提示した上で中に入っていくという形になっています。スタジアムに着きました。今日はかなり早めに、キックオフ3時間半前に到着しましたけども、もう入場待機列できていますね。昇格に向けてのみんなの期待感の高さというのをすごく感じます。もう間もなく選手バスが到着する時間となりました。いやー、開幕の頃から比べるとバス待ちも人数が増えたなぁと感じますね。精一杯応援して選手を迎えたいと思います。憲法の歌ありますね。カタレラララララララ、でそこの勝利をつかむを昇格不可能にして歌おうと思うので、みんなで憲法で昇格簡単にみんなで盛り上げていきましょう。プレイオフもグッズ売り場が設置されています。中を見ていきましょう。今日はあまり天気が良くない、そして寒いという厳しいコンディションではありますが、グッズ売り場に来るとこういった雨具も用意されています。ポンチョですね。いろんなサイズが販売されています。こちらは選手のキーホルダーですね。今シーズンの思い出に一つ皆さん購入されてみてはいかがでしょうか。今日勝ち上がることができれば決勝もこちらのグッズ売り場オープンされると思いますので、決勝戦でね、何か購入していただければと思います。あと2つ勝ちましょう。今日のスタジアムグルメの一覧です。リーグ戦と変わらず数多くの店舗さんにプレイオフも出店をしていただいています。ありがとうございます。イムチャンフーズさんのキッチンカーにやってきました。寒いので温まれるものを注文したいと思います。飛騨醤油ラーメンください。お願いします。はい、ありがとうございます。スタジアムグルメ、今回はイムチャンフーズさんで飛騨醤油ラーメンを買いました。シンプルな中華そばといったところでしょうか。楽しみですね。まずはスープからいただきます。あー、うまい。続きまして麺をいただきます。うん、うまい。
口の中を優しく醤油の風味が包んでくれます。昔懐かしのが王道な中華そばといったところですね。寒い冬にはやっぱりラーメン最高です。美味しいです。カフェカフェカフェさんにやってきました。本日のコーヒーモカブレンドを注文しました。はい、ありがとうございます。ホットコーヒーを買いました。温まりたいと思います。いただきます。あー、いいね、うまい。かなり苦味が強めですけれども、コーヒーの香りというものをものすごく感じることができますね。シンプルなブラックコーヒー最高ですね。美味しいです。今日はシーズンパス対象外の試合ということで、全員同じタイミングでの入場となりますが、行列がすごいです。みんなの声援で勝たせましょうね。さあ、スタジアムに入りました。 FC 大阪のサポーターさんも入場始まっていますね。ご来場ありがとうございます。昇格への第一関門準決勝、まずは今日勝利して決勝へ行きましょう。応援していただいております。さあ、とにかく決勝へ勝ち進みましょう。でした。試合結果1対1引き分けでしたが、リーグ戦上位のアドバンテージでカターレが決勝進出を決めました。前半布施谷選手のゴールで先制したんですが、前半終了間際に追いつかれて後半に入りました。そこからの45分、本当に長く感じましたね。勝たなければいけない FC 大阪と失点できないカターレ富山ということで、どうしても FC 大阪が押し込む時間が長かったですけれども、途中後ろを固めてなんとか1点守りきるぞという体勢に切り替えて守りきりました。いやー、本当に寿命が縮みそうになるかなというような後半でしたけれども、こういった状況で愛するクラブを応援できるというのは幸せなことだなと思います。決勝戦も最後までこのプレッシャーを受け止めてみんなで応援していきましょう。さあ、 J2 昇格まであと一つです。相手は松本、ホーム軽装で戦うことができます。カターレサポーター数多く集まって J2 昇格のために応援しましょう。ということで今回の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また
次の動画でお会いしましょう。さよなら。